フルフロンタル。第二次ネオジオン戦争以降、弱体化の一途をたどり、羽毛の州と化していたジオン残党を短期間で救護。軍事組織のレベルまで再編してみせた袖付きの首魁。かつての伝説に伴い、深紅の機体シナンジュカリ、圧倒的な力を振りかざす様に、地球連邦軍は赤い彗星シャー・アズナブルの再来と噂した。だがシャーの亡霊に恐れを抱き、沈黙を処世としたのは過去の呪縛に囚われた者たちだけである。箱の鍵を託された少年バナージ・リンクスはオードリーと呼ぶ少女を救う。ただそれだけの理由を胸に秘め、戦場に躍り出た。 NTD を発動し、赤い彗星と対峙する獣、ユニコーン・ガンダム。しかしマリーダ・クルスが操るクシャトリアの奇襲により、バナージの意識は闇に落ち、ユニコーンの機体ごと袖付きに拘束される事態となる。対してネイル・アーガマは何も果たすことができないまま戦闘を終えた。艦載機は壊滅、船も甚大な被害を受け、箱の鍵は敵の手へ。この惨敗としか言えぬ状況に、艦内は敗北感と悔恨に満ちていた。その屈辱を受けていたのはリリー・マーセナス少尉も同様である。仲間の犠牲に対し、自ら掴んだ現実のあまりの虚しさ、自分の不甲斐なさに苛立ちを隠せず、悲憤を抑える答えを求め、彼は拘束中のミネバ・ザビという少女のもとを訪れた。子供の頃、テレビでザビ家の演説ってのを聞いたことがある。ジークジオ、ジークジオ、気味の悪い光景だったよ。ギレン・ザビ、君のおじさんに先導されて何千人もの人間が一緒になって叫んでた。ネオジオンでもやってるんだろ、ジークジオンってさ。ここで言ってみろよ、言えよ。君がジオンのお姫様なんだって分からせてくれよ。そうでないとミネバサビともあろう者が何だって一人で連邦の船に潜り込んだのか。でもあいつは、バナージュは最後まで君の名前を呼んでた。ミネバザビじゃなくてオードリーって名前を。何も分かっていないのですね。フルフロンタルがあくまで私をミネバザビであると認めなかったのはなぜだと思い。それはこちらの人質作戦に乗らないために。考えればわかることです。この10年近く私が捕まらずにいたわけ。ネオジオンが再び地球圏に拠点を得て軍備を整えられたわけ。デキレースだって言うのか。インダストリアルセブンでの一件もすぐに報道されなくなる。家族や友人を失った人たちには許しがたいこと。でもスペースノイドはそうした理不尽に慣れている。その不満の受け皿、怒りの矛先として連邦は私たちの存在を容認してきた。これまではナプラスの箱がそのバランスを崩した。連邦にはネオジオンとの関係を清算しようとする動きがあるのかもしれない。だからこそビスト財団は門外不出の箱に手をつけたのだと。難しいな。俺は自分をパイロットだと規定してきた。モビルスーツを動かして与えられた任務を確実にこなすのが仕事で、他のことは考える必要がない。たまに不正が起こっても自分で自分を正す力が連邦政府にはあるって。いや、嘘だな。見ないように、考えないようにしていたんだ。家にいる時からずっと。君はなぜ一人で行動を起こしたんだ。私にも生まれついた家というものがあります。
一年戦争の悪名を背負った家です。私は政治と無関係ではいられない。また同じ過ちが繰り返されようとしているなら、命に代えても止める義務と責任があります。君はジオンの人間だ。裏で慣れ合っていたとしても俺たちの敵だ。それを許すことは俺にはできない。わかります。リディ・マーサナスと言いましたね。ああ、あなたの家というのは別の場所で会いたかったな。一方、ユニコーンと共に袖付きに捕らわれたバナージはネオジオン残党の拠点パラオの総司令部に移されていた。本来鉱物資源衛星として機能していたパラオの内壁には今もなお3万人以上の居住者が一つの生活圏を構築している。そしてその司令部にはジオニズム文化運動の影響を色濃く残した宮殿と見まごう貴族趣味が演出されていた。それはすでに滅んだ国家の残滓、歴史に散見されるジオン公国軍の警棒そのものだった。旧公国軍最後の砦アーバーワクーにこんな部屋があったらしい。このパラオの総督は旧ジオン公国の熱烈な審判でね、人の行為は素直に受けなければならない。趣味に合わないことでもな。それも指導者に求められる資質の一つだと思っている。具合はどうかな。あのガンダムから君を救出するのに随分苦労したと聞いている。あの、ん？失礼ですが、その仮面は傷か何かをお隠しになるものなのでしょうか。もしそうでないのなら顔を見せていただきたいのです。貴様、いい、アンジェロ大尉、バナージ君は礼儀の話をしている。はっ。これはファッションのようなものでな、プロパガンダと言ってもいい。君のように素直に言ってくれる人いないのでつい忘れてしまう。すまなかった。ミネバ様との戦いは聞いた。しかし君がビスト財団からユニコーンガンダムを託された経緯についてはまだ不明瞭な点が多い。あれは本来我々が受け取ることになっていた機体だ。カーディアスビストはなぜ君をラプラスの箱の担い手に選んだのか。ここへ運ばれてくる間に話した通りです。それ以上のことは自分も知りません。箱を隠し持つがゆえにビスト財団の栄華はあった。連邦政府との協定を破ってそれを差し出すからにはたやすく変更できない計画があったはずだ。当初の予定が狂ったからといって行きずりの相手に箱を託すとは信じがたい。例えば君もビスト一族の関係者だったとか。答える義務あるんでしょうか。貴様、やめろと言った、アンジェロ。なめるなよ、小僧。答える義務はない。だが我々は箱の情報を欲している。ミネバ様のことがあるから穏便な聞き方をしているのだということは覚えておいた方がいい。そのミネバ、オードリーが言っていたんです。今のネオジオンに箱を渡してはいけない、また大きな戦争が起きてしまうって。ほう。俺たちのコロニーでインダストリアルセブンで起こったことを思えば誰だって同じ気持ちになります。彼女はジオンのお姫様なんでしょう。そのオードリーが反対しているのにどうしてあなたたちは。では君は信じているのか、ラプラスの箱の存在を。誰も見たことがない、中身も定かでない箱なるものに本当に連邦政府を覆すほどの力が秘められていると。それは分かりません。でも一瞬で世界のバランスを変えてしまう知識や情報というものは確かにあるように思います。例えば
ジオンが最初にやったコロニー落としとか、小惑星を落下させて地球を冷やすとか、9世紀の核爆弾もミノフスキー粒子やモビルスーツだってそうです。世界は安定しているように見えても少しずつ変化しています。そういった力のある発明や実験ならタイミング次第で。正しいな。歴史をそのように理解できる君なら、宇宙移民が機敏政策であったことも分かっているな。サイドごとの自治が認められてはいても、市長の任命権限は中央政府に独占されている。その中央政府の選挙権も与えられないというのでは、スペースノイドは参政権を剥奪されたも同然だ。我々ネオジオンは一枚岩ではない。だが共通しているのは、この歪んだ体制を変えたいという意志だ。連邦の鎖を断ち切り、スペースノイドの自治独立を実現するために我々は。でもテロはいけませんよ。どんな理由があっても一方的に人の命を奪うのは良くない。そんな権利は誰にもないんだ。では貴様はどうなのだ。武力の全てが悪なら、ガンダムを使った貴様も同罪だ。貴様のせいで我々も貴重な兵を失った。俺のせい。たとえ流れ弾だろうが、貴様が撃ったことには変わりはない。バナージ君にはまだそんな実感はない。無我夢中だったのだろうからな。俺が人を殺した。君にはまだ学ぶべきことがたくさんある。我々のことを知ってほしい。その上で良き協力者になってくれれば嬉しく思う。あなたはシャーズナブルなんですか。今の私は自らを器と規定している。空に捨てられた者たちの思い、ジオンの理想を継ぐ者たちの宿願を受け止める器だ。彼らがそう望むなら、私はシャーアズナブルになる。このマスクはそのためのものだ。銃を向け合った相手に突きつけられた現実をバナージの理性は即座に受け入れずにいた。少女との約束を守るため夢中で引き金を引いた記憶はあれど、その弾が敵に命中し命が散った感覚まで伝わってはいない。彼の精神はバナージ・リンクスという輪郭を維持すべく思考の海をさまようも、言葉は何一つ形とならず、今はただ歌方のかごとが浮かんでは消えていくのみだった。攻略戦。
をしないでくれ。